大和の伝統野菜、センスジミズナセンスジミズナは、油中の越年草で、奈良県在来の水菜の品種である。県内で古くから栽培され、親しまれてきた伝統野菜の一つとして、奈良県により、大和野菜に認定されている。戦前から、奈良盆地では、葉が細く葉先の切れ込みが深い系統の水菜が、水田の裏作として栽培されてきた。とりわけ、 適度な寒暖差と粘土質の土が水菜の栽培に適する奈良市大安寺地区の八条水菜は細くて白い茎と柔らかい食感で県内や京阪神の市場で高く評価されていた2005年10月5日大和の伝統野菜として大和野菜に認定される際に生産の拡大を目指してセンス地密なと命名された奈良県奈良市天理市 桜井市、うなぐんそに村、三重村などで生産される。冬から春先にかけてが最も美味しい季節である。火を通しすぎないよう、シャキシャキとして歯触りを楽しむ。みずみずしい香りと底甘さ、ほろ苦さが魅力で、他の水菜にはない深い味わいがある。鍋物にしたり、油揚げと一緒に煮たりすると、風味豊かである。クジラのハリハリ鍋には欠かせない野菜として、 親しまれてきた。油かすやカモをクジラの代用にすることもある。さっと湯通しして、ごま醤油やからし味噌と和え物にしたり、おひたし、煮物、炒め物、漬物などにも工夫次第で幅広く使える。近年は生のままサラダで食べることも多い。ありがとうございます。